コット・ショー・エン・ワイスはアメリカ合衆国のニュージャージー州出身の元プロ野球選手。左投げ左だ。ショー・ン・ワイスと表記されることもある。1996年にドラフト3巡目でアナハイム・エンゼルスから指名を受けプロ入り。1999年4月7日にエンゼルスでメジャーデビューを果たした。1999年は 防御率こそ5.49だったが、31試合に登板し、貴重な経験を積んだ。2000年は、エンゼルスで先発ローテーションに定着。27試合に先発登板し、規定投球回にも到達した。しかし、防御率は5.00台で勝ち星も7勝、止まりだった。2001年は、自身初の2桁勝利を記録したが、 防御率は5.00台と振るわなかった。2002年も、初めのうちは先発ローテーションに入って投げていたが、シーズン途中でリリーフ投手に転向。自身初の4.00台の防御率を記録した。2003年は、開幕からリリーフ投手として登板し、同年7月30日に、ゲーリー・グローバーとティム・ビットナー、スコット・ダントのトレードで、 ダグニッケルと共にシカゴホワイトソックスに移籍。移籍後もリリーフ投手としてまずまずの成績を残した。2004年はホワイトソックスで先発に再転向したが成績は振るわなかった。2005年からはトロントブルージェイズに移籍しリリーフとして80試合に登板。防御率3.32を記録した。2006年もリリーフとして登板していたが ブルージェイズでは防御率6.00台と炎上。シーズン途中でシンシナティレズズに移籍した。移籍後は復調し、16試合で0.63という目を見張る防御率を記録した。2007年、2008年はニューヨークメッツで共に70試合以上に登板した。2008年12月12日、コナーロバートソンとのトレードで、 アリゾナダイヤモンドバックスに移籍。2009年オフにミルウォーキーブリュワーズに移籍した。2010年にトレードでボストンレッドソックスへ移籍。リリーフでなら安定した成績を残せるが、先発になると突然防御率が5.00台に跳ね上がる理由は右打者に弱いからである。そのため、リリーフ1000人で、 左のワンポイントとして登板した際には安定した成績を残している。ありがとうございます。